すでに途中まで持ってるんですね、はい、新しいラジエーターパイプですね、使って、古いやつこれ、古いのはこれ、これ向きないのかな、こうかな、ね、向き多少あるような感じしますけどね、こうか、ね、で反対側、これがこうついてでしょ、で反対側はこうか、こんな感じね、はい、入れるんですけど、ね、ジョイント上通るのね、あれ今なんか取れた、こうな、すごいな、ちょっと厳しいな、バンドがあるんでね、バンドはちゃんと通さないといけない、先にバンドを通すといけないか、ブレーキ放送なんて邪魔ですね、バンドはちょっと下向きか、下向きなの、外しちゃって、あれ向き間違ってるかな、ね、どっちがどっちだってことですけど、わからん多分こうだな、うわーきついな、この向きでいいと思うんですよね、これ変えたらもうしばらくは変えなくていいでしょう、いやーちょっとね、それでこれ止めて、で反対側止めますかね、反対側で、これがね、ここにで、これセットなんですよ、この形なんですよ、でここを全部ね、いわゆるなんていうんですか、これかしめですね、はい、緩めるように できてないですね、うん、ただまあこれ外してここのねパイプだけあればつけられるんじゃないかなとは思うんですけど、多分ここのパイプだけで売ってないと思うんですよね、でこれがあの下側の向こう側のラジエーターから下に入ってるんです ね、そして、これここにはまるんですけど、上のこのホースだけは出なかったから在庫がないのかな、これはこのままちょっと細いパイプね、そのままちょっと再利用させていただく感じですけどね、で、これセットするんだけど、ここにこれがここにはまってここに2箇所はまるんですよね、そういう作りなんで、ここにちょっとまずシリコングリスを塗って少しね、はい、だね、まあ、一番の問題はこれじゃなくてここのねパイプのところね、これがうまいことねスポッとはまってくれると、外してどれ、そうですね、これはこうかな、こういう感じか、こういう感じですよ多分ね、それでこれがここに止まるんだよ多分、こういうふうに、そうですよ、ここだ、大変これね、やったけどなんか漏れてきたっつったら失敗したっつったやり直しじゃないですか、その可能性高いな、うん、とりあえず締めよう、これがここにこう止まるんで、上から止めんじゃなかったかな、ね、そう固定するんですよね、そう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 、でここは閉めてね、そうですね、はい、そしたら気持ちを取り戻して、
取り直して取り戻して、戻しましょうね。気を取り直してね。あれ、バンドがついてないですよ。バンド落っこちゃってんじゃない。気を取り直して。よし。一回入れてるからかな。入れやすいな。回収してないのか。回収した。収まりました。これがポイントなのか。で、ラジエーターはですね、このこれで止めるんですかね、このクリップでね。これをこう入れて、でグイッとして、でこのクリップで固定するっていうね。ね、反対側もまあ止めてないですけど、ちょっとね、ここがやりづらいか、上がね、上やりづらいね、これね。ミスると嫌だね。ミスるとワッシャーが下に落っこっちゃったりすると非常に面倒くさいことになるね。 OK。 え、余ってない、これ。あ、余ってない、なんだこれ。変なのに余っちゃった。やばいじゃないですか、これは。危ない。あとはパイプのところでバンドを止めて、これで OK ね。大丈夫ですね。危なかった、気づいてよかった。液入れちゃってるからね。あ、なんだこの棒はとかね、なっちゃうと大変なことになっちゃうんで。あとはなんだろうな、この辺止めるやつですね、多分ね。こういうのでこれか、こういうのがちょっとあるんですけど、これで多分止めるんですよね。多分止めるんだって。外してるからね、はい、そんな記憶がありますよね、はい。そしたらこれをね、止めて緩めるようになってるな。締めるようにして、ちょっとね、締め切ると熱いですね、締め切ると熱い。まあ、強くしちゃうとね。あとこれか。やれやれ。ここになんか壁がついて、ここ全部止めるんですよ。1、2、3、全部4箇所か。4箇所これで、このこれで止めるんですよ。これがこっち側に来るんじゃないの。違う。だから熱い。締め切ると熱いんで、ちょっとね、開けてやりたいんですが、ちょっとうるさくなる。どうしたらいいんですか。ふう。で、ブレーキはですね、交換してるんですけど、マスターのあれがなくて、だからマスター頼んだんですよ。シリンダーの中のやつね。サイズが違った、持ってるやつが。あれ何用なんですかね。R1100 の古いタイプですかね、かもしれないですけどね。はい。ですから、ちょっとまた、今待っているという感じです。はい。後ろの方は、マスターシリンダーのですね、中身だけっていうのは、なんかないみたいで、
本体一式、ただブレンボの OEM があってそんなに高くないんですよ、うん、なんでそれをね付け替えて、でキャリパーの方はシール変えるという感じです、はい。それもちょっと随時、あとホースも変えないけどね、はい、ホース変えて、ちょっとやっていきたいと思います、はい。ちょっと組み立てどん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 進んでおります、はい。でちょっとこのオイルクーラーね、これオイルクーラー、はい、これ見るとですね、ここにメイドインオーストリアで上に KTM って書いてありますね。 KTM メイドインオーストリア、ね、BMW マークだから、これ KTM が作ってるんですよね、要はね、このオイルクーラーね、繋がってるんです ね、知らなかった、そう知らないですね、ちょっといっぱいあるな知らないこと、まあ、当たり、まあ、知らないこといっぱいあるんですけど、もちろんね、いや、ここでしたっけ、どっちから入るんだっけ、ここ入る、ここからこう出るんだ、ね、ここから こんな感じか、でこんな感じでオイルクーラーずらさないとちょっと無理だ、確かね、あんなオイルクーラー邪魔じゃねえかっつって苦労した記憶があるんですよ、そう入らないじゃんどうして、でそっか、そういうことか、これちょっとずらして、でこれがこう入るか、入ってくれ、エアクリーナーの汗ずっと入ったで、こっちがここに入る、入った、入った、いやー大変、順番守んないとダメダメ、順番守んなきゃダメね、当たり前ですよ、順番守んないとどうするんですか、でね、毎回やれば多分スムーズにできますよ、毎回やってれば、でもこのオートバイを毎回やることはないオッケーですね、これ LED の方がいいですね、はい、これ LED にしましょうね、余計なことですけどね、あハイピンは普通のハロゲン、確か、うん、そんな感じだと思いますよ、OK、そしたらフロントマスクをつけると、ね、フロントマスク、はまりましたね、そしてこれどこだっけ、で話によると、聞くところによると、ハイビームがかなり下を向いていますと、ね、ハイビームが下を向いています、ですので、なんとかしてくださいというふうに言われた記憶があります、はい、というか何センチぐらい下がってるんですかね、車検でね、うん、車検で下に何センチぐらい下に結構向いてますねみたいなことで、気の利く方がね、ちょっと押しますよ、乗りますよなんて、ね、後ろを押してくれて、車検と、今なんか私モーター扱いします、ダメですね、引けないか、内緒だよそういうのは、いや、それで、とりあえずですから調整しないといけないですね、はい、上下をどっちでこう動かすのかな、まあそれはね、まあお湯やりますか、これ止めないと、これ止めるネジはどこにあるのかな、もう終わり、あとはこのここにあるネジをどん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 カバーと一緒で組み上げていくということじゃないのかなと思いますよね、私としましてもこの辺りはで左右を止める、これで固定が、ね、されましたね、これね、はい、ここになんかカバーが何でしたっけ、それ後ですよね、先じゃないね、うん、先じゃない、はい、
もうこれでいいですかね。あとはあのクーラント入れてね、ちょっとあのここまでいけば、うん、もうあとはもうねバッチリですよ、はい、ということで、とりあえずね今日はもうしまいにしましょうね。もう遅くなってきましたしね、5時だ、緊急事態、あもう解除されてね、皆さん気をつけてください、そうあの居酒屋さんもあの昨日からもう営業してもずっとお休みしたから大変だったと思いますよ、ねはい、でも昨日あいにくの台風でね、ちょっとねせっかくねいろんなお店で再開、ねしてるかと思いますけど、はい、まあ、いずれにしてもねあの美味しいお酒を飲んでいただくということだと思います、はいね、うわーってやっちゃうとね大変なことになりますからね、脱いじゃったりしてうわーっつって、そういう方もいらっしゃるんですよ。えどこの誰だかってわからない、聞いた話ですか、話半分で聞いたんですよね、全日本なんてね、危ないですけどね、全日本なんだ、全日本ってなんだって話ですけど、さあそしてとりあえずね、はい、うん、いいじゃないですかね、いいよとりあえず